どうも桑本光義です。今日も3時間の生放送を言いましたね。今日は例えばですけども、釜谷津博さん、ムッシュ釜谷津さんね、お誕生日ということで、曲をかけしたり、あるいは、交通ルールの関係でね、結構な反応があったんですけど、全部お読みできなくてごめんなさいね。まあお互いに気をつけていきましょうってところですけども、どんな話をしたかって方はですね、BSS ラジオ放送から1週間以内、ラジコのタイムフリー機能で聞けますので、聞いてみてくださいね。それから某新聞に今朝私が出まして、この後もいろんな新聞出るかもしれませんが、この間の、1月9日の日に倉吉に帰りまして、ふるさとの、倉吉言葉の会っていうので、いろんなことをしゃべらせていただいたこと、そのウェブサイトもありますんで、私が高校の時に机並べて学んだね、名字は同じなんですけども、親戚関係が今のところ確認されていない、高専の先生、一緒にやっております。はい。そんなのも見てやってください。桑本光義でした。ではまた。